はい、おはようございます。今日は4月15日土曜日、もう1週間になりますね、夕方から。はい、今日は、天気予報は午前中は晴れ、夕方から曇りという天気予報ですね。道の駅日立太田、いいとこです。綺麗です。今日は、水戸ですね。今日のメインは水戸を巡るということで、天気が多分悪くなるから昼から洗濯ということになるかもわからんですね。はい、ここは東京行きのバス停があります。7時までバス、始発は5時何分だったけど次が7時だからここで飯が食えますね。はい、じゃあ晴れてくるかな。今日はバス停で、食事ですね。ちょうどいいバス停がありますね。はい、今日は卵焼きとウインナー、これはスケルクの朝飯ですね。あ、味噌汁もありますね。はい、です。歴史の里、遊歩道、歴史の里が遊歩役さんになってます。で、ここは今どこだ、この青山の里、青山荘っていう、あ、青山荘はここよ。あ、それか、水戸光圀さんの、水戸黄門さんの、隠居になった後の住処が住んだところがあるということですけど、どこにあるんでしょうね。青山荘っていうバス停があるな。うん、あ、さすがですね、水戸黄門さんですね。広い庭ができてますね。まあ、これが UFO になってんだもんな。UFO 薬船ですから。歴史の里、UFO 薬船とかだったですね。日本人生、やっぱそれは歴史の里に。これみんな、イノシシが払いしたそうです。すごいですね。電気柵があちこちにありましたね。こんな近くまでイノシシが出てくるとはちょっと不思議ですけど。無事繰り返して、美味しいものがあるんだな。柔らかいから。でも水仙なんて、水仙。ああ、これも感じ綺麗ですね。まだ7時半前ですね。9時から開園ということで中には入れんですね。門からあの建物の外観だけがちょっと見えるか。うん、そうさ、あんな感じ。こじんまりさ、いい折りっていう感じにするんだ。あの、かやぶきのあのちっこの家だろ。うん、いやいや、ね、黄門さんは失踪。はい、しゃあないですね。奥にあったですね、あれが水戸黄門さん隠居後の屋敷か。うん、で、この手前の一番手前のその地球もあるやん。あそこからいつも出発する。いつも出発するよ。知らんな、ほら。はい、水国さん自ら耕されたって書いてあるね。うん、ですごいのが年貢まで納めたって書いてありますね。すごいですね。こんだけの田んぼなんかそんな年貢納めるほど収穫できたんですかね。13の年貢米、13これ多分全部納めたんだね。はい、助さん住居跡ってありました。この辺に助さんの家があったんですね。角さんは別なとこにおったのかな。あれやっぱり、うん、一つはあの位が下なのか。ここの桜で、あの、この桜で撮ってあげます。太鼓もすごいものってる。助さんも立派な家好きの屋敷に住んどったんですね、きっと。うん、家は残ってないそうですけど、ここの辺に住んどったということですね。うん、白い桜が綺麗です。小森さんはこじんまりした家やから、助さんもこじんまりした家。お前、家はそうだぞ。
結構全体を見ると、やっぱし三国さんの家だから大きかったですね。あっから門から見たらちょっとしか一角しか見えなかったから小さいかなと思ったけど、うん、ということですね。日立大田市か、うん、あ昨日見た龍神の、大橋、あんなバンジージャンプだったですね。いい写真なかったですけど、うわすごいですね。女の子が飛んでる。ございます。うん。奥にもいっぱいやっぱりありますね。うん、よっしゃ。徳川斉昭公、この人がこの構造館開いたんですね。上皇道館は九時が開館ということで、こちら水戸城址、ちょっとこちら先に行きます。ここ大手門跡になってますけど、この橋のところに門があったんだな、うん、でこの人は誰だ。これは多分あれか、光圀さんだろう、きっと。違うか。頼房。え？頼房じゃん。初代だろ、頼房からの。家康の弟。あ、そうなの。うん、光圀さん、家康の弟じゃないよ。弟の子やろ。そうか。意外だ。そうなんですか。ふい、水戸城。上司はこれは小学校ですね。中学校小学校だからもう城のその建屋はないんだな、うん、こんな木か堀あこんだけのことだよな、うん、はい、旧古道館ちょっと待ってるよ、ここで撮っていったろ。古道館あの御所みたいに両サイドにあるわけじゃないか、うん、右と左で、うん、あまあさすがこの時期終わっていますね。しかしこの桜の絨毯がいいですね。あ、ここが玄関か。成明と吉信だって。ほう、七郎丸って。うん、そうですか。これ水戸黄門さんか。黄門じゃないよ、吉信、最後の将軍。あはは、成明と、そうか、吉信さんか、うん、あ、なかなか反抗だから、これ学校なんだよな、うん、学校、学校でも、みんなこの畳敷きの座敷イメージだな、うん、なんで、板張りじゃないの、普通なんかそんな感じが私にはしとったけど。あ、小学校やそういうちびじゃなくて大人の学校だからな。ちょっと待って、音声ガイド、ここのスイッチ。流れ。便利。
便所が畳敷きの便所、畳敷きの便所って本当すごいな。へえ、使用禁止になった。奥は大便用、中央は小便用、手前は手前、ここが小便用。ああ、便器がある。奥側の利益は行動館が完成しますと、ご自分の子供たちを行動館で勉強させましたが、二の間と三の間はその勉強室としたところでございます。何を教えたんだろうな。だけどなお自然道は明治維新の際、気づかなかったですか。畳のこの縁のあれ、みんな門が入ってるんですよ。立派なもんですね。で、何ここにも、うん、こっち明るいから、この釘も、ここ釘隠しにも、この娘の、うん、ああ、みんな手にも、すごい青いのもんが何これ、着るもん入れとったんか、服を着物入れとったんかな。明治元年4月水戸に下り、朝鮮の様子の人、明治維新の際、将軍が辞めたとき、うん、ああ、やっぱし一応一応朝敵になったんだよな、うん、でも謹慎中でも着るもんは予算あったんだきっと、うんうん、能人形、百姓のあれか。だから日本遺産を世界遺産に上げていこうという。今までこんな言葉知らんかったですけど、日本遺産っていうのは、うん、去年からできた。平成27年になんかできたみたいですね。これほら、大日本史。日本遺産に。三つ国さん、すごいですね。こんだけ作ったんか。うん。これ、彼の直筆かな。偕楽園東門、これは都市公園だったっけになってますね。ここは確か三名園だよな。偕楽園、後楽園、兼楽園、うん、これって何、入場いらんの、これ勝手に入れるの。公園、庭園はね、で、そこだけ、なるほど、そういうことですか。うわぁ、ぐちゃぐちゃ広かったですね。広さはこれ、岡山の、なんだった、後楽園より広いぞ、これ。全然違うわ。兼楽園よりも広いぜ。これは監督が御三家どっかで見る。こちらは左近ですね。空洞館には右近がありました。なんだ、成明の夫人の、うん、京都富っていうのか、富の宮、うん、嫁入りした時のあれか。すごいですね。よし、当たっていこう。これなんと信じがたい広さでしたね。こんなに広いとは。慰安会か。ここは殿様が年配の方を非常に大切にしたんで、うん、90以上になると自動的に必ずここにね
呼んでいただいて、あのまあくつろがれたですね、そういう場所です。へえ、なかなかの立派な建物じゃないか。なんかチャッチ作りのもんですね、柴崎も。第9代9代になりや、なんか似たような名前多いから、うん、大興奮でですね、白滝しだれ、これ梅なんだろうな。こっちはこれ見ろ、痛いんだ、痛いな。暴動かな、畳なのに。あ、これさっき見た竹の間か。うわ、これが萩の間、萩かこれ、うん、綺麗だね。途中が休息したみたいな。しかしそれぞれのこの部屋にあったこのなんだ、障子じゃない、襖、うん、に絵描いたんだね、うん、ああ。今太鼓橋廊下と書いてありましたね。廊下に橋の名前がついてます。おっと、またこれはなんか古いね。古くてわからん。ここはまた狭い川屋。え？一応昔からドアがあってる。そりゃそうだぜ、畳屋やっぱり。藩主の間で狭いなと思ったら、藩主さんはここに座って、うん、でお客さんをこっちで迎えたんだな。前の字がいっぱい書いてあるの、うん、全然読めないですね。配膳用の線香機、下のチョイスで作ったお膳をここから人力か、うん、敷でもうすごいわ。あ、本当だ、考えたね。すごいですね、俺は料理もそんな半端じゃないから、うん。きっと、うん、なかなかですね。ああ、竹林もなかなか見るとですね、まっすぐな竹で、はい、こちらは梅ですね、すごいですね。梅って感じがした。これは3月か、咲いたら見事だろうな。八重観光っていうのか、あ、全部名前が違うんだな、月宮殿、うん、
壮大っていうかすごいですよ、これきっと朝行ったら。はい、これが水戸駅ですね。ここに黄門さんの銅像があるということで、来ました。おお、鯉のぼりも、なかなか大きな街ですね。はい、水戸黄門さん像ですね。ああ黄門さん、どっちが助さんか、どっちが助さんかな。どっちが助さん、カズさん、ね、はい、水戸ですね。水戸の中心でしょうね。先ほどここ走ったんだけど、思うに普通このも一番市街地だと交通量はもっと多くていいような気がするけど、なんか閑散としてますよね。はい、水戸終わりですね。今から筑波の方に行きます。はい、この道が筑波道みたいですね。あの道の火はこの上にあるみたいですね。この筑波神社、筑波山神社にあると。そうなんですか。じゃあもう一度上上がってきそうだから行きます。はい、筑波山神社。神社がいる口に道に100年、さっきのあの階段の下にあったんだよ最初。私が見たときは。でもこれは道って言ってももう境内中やもんね。道の100選の道を案内してないね。登山道を言うのか、うん、立派な神社ですね。よいしょ、ケーブルカー乗り場。今からケーブルカーで名山だよな。名物なの、つくさん。まずは神社さん。神社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 。鈴か、あれ鈴が鳴るんかな、あれ。なんかケーブルカーまでかなりありますね。この上がケーブルカー乗り場ですね。ケーブルカーの乗り場行くだけで疲れますね、この階段。男と女ね、曲がりますね。なんか景色が良さそうですね。山が2つ見える。が咲いてますね。おおおお。あれだけじゃん。ちょうどこの中間点ですね。はい、800m か。山頂がほんで何メートルどのもあるんだ。677。
71メートルか、ここは800だから。うわ、行さんおるな。うわ、いっぱいいてる。何これ、帰りが満車になりそうだな、これ。もうこの人だらけ。どっちがどっちになるんだろうな。女ってあそこの神社までか、うん、結構ありそうだな。15分。ここから15分だった、うん、こっちの。あ、そうなんか。あちらが、男ですね。ちょっと低い。こっちが地方。あちらが女。いずれも片道だよな。片道10本だから。こっちをガンガンガンと。まあ両方行くのはあれですね、女だけ行くの。なだらかで15分か。なんだ、ガマの油売りの工場を考えたということで、うん、この名前がついたということで、うん、大したことじゃないですね。さんなかなかきつい登山がついてますね。ヘルニアの腰にはこれは応えるぜ。よいしょ、よいしょ、はあ、無事着いたな。無事着きました。20分かかった。よいしょ、よし、あー、この眺め。あんたその岩の先行けば、よし、はい、これ山頂ですね。私は行かない。あ、すごい、よし、一気に山頂渋滞になりましたね。すごいですね。ちょっとの差ですけど、だいたい差が来たんだな。イザナギとイザナギを祀ってるから、ああ大和竹の、この楼門は大和竹の御事さんがいますね。こっちは誰がおるだ。あ、あれだな、嫁さんだな、こいつの。え、ね、ヒゲ生えてんだよ。違う。こんなような名前だったような気がしたけどな。違う、こんなこと書いてないか。ああ違うな、あれ男だな、どう見ても。そういうことですね。はい、ちょうど雨が降ってきました。いい時に上がって降りてくれたんですね。はい、筑波山終わりです。はい、道百選学園東大通り、筑波学園のことですね。これは両サイドに、ここは今ちょっとないけど、両サイドに木が割っとって、なかなか感じいい道なんですよね。筑波学園ってのはどこにあるんだ。さっき検索屋さんに近くの筑波大学。筑波、よし、あちらが筑波駅か。